今回はパンの名店のこだわり抜かれた職人技と人生の物語を紐解く奇跡のパンです。今日紹介するのは、嫌いな人はいないのではないでしょうかね。みんな大好き、ドーナツとベーグルです。作っているのは女性たちで、しかも従来のものよりヘルシーで何個でもいけちゃうと評判なんです。こちらはドーナツとベーグルの専門店、北小麦です。オーナーの三上忍さんがこの店を始めようと思ったきっかけは、美大出身なんですが、父が炭鉱マンだったんです。で、炭鉱が閉山になる時に、父曰く、人間死ぬまで食べることって大事だと。それで全く経験もない両親が札幌に出てきて、おかず屋さんをしていて、その時にひじきだとか、あとは切り干しだとか、そういった素材を全部手作りしていて、お豆腐は昔なんで、今みたくパックのお豆腐ではないんです。近くにお豆腐屋さんがあって、そこからお豆腐を仕入れた時に、豆乳とかおからっていうのを余ったものだと思うんですが、母がもらってきて、ちゃっとドーナツにして、学校から私方が帰ってくると、それがおやつだったんです。で、結婚して出産をっていう時に、下の娘がそのまんまのお豆腐はどうしても食べない、どうしようかなって思った時に、母が作ってくれたっていうのを思い出して、豆乳おからでドーナツを作って出したら、それは食べるんです。自分で作っていく中で、こういうものだったらいいよな、栄養価も高いよな、自分の中でふっと思った時に、じゃあ、皆さんに本当に召し上がっていただけるんであれば、やってみたいなって思ったのがきっかけで始めました。おからとか豆乳って美肌効果ですとか、あとは便通効果っていうのが特にあるんだなと思います。そういったところから、健康に召し上がっていただけるものになるのかなとは思います。では人気の秘密って何なんですかね。プレーンで召し上がっていただく場合というのは、ほのかにおからとか豆乳の香りだとか味を味わっていただけます。で、例えばかぼちゃですとか、小さいお子さんとかもチョコレートっていうのがもう大好きなんで、あとココアですとか、そういう風にアレンジをすると、おからとか豆乳苦手っていう方も、全く癖がないんで食べやすいということで召し上がっていただいてます。そしておからを使うのは健康面だけではなく、仕上がる食感も考えてのこと。おからって焼き上がりっていうのは割とファッとしてます。粗熱が取れるとおからだけがグッと締まります。もちもちっていう食感が強く出るっていうのが、こちらのドーナツの特徴だと思います。またおからの締まって生地が硬くなる性質を和らげるために、混ぜているのが意外な食材です。こんにゃくを使ってます。入れることによっていつまでも柔らかさを保ってくれる。豆乳とおから以外にもこだわって使う食材があるんですよね。道産小麦の中で芋力というのを今使っております。一番は扱いやすさっていうのが魅力で、割と安定した生地ができるっていうふうに思いました。できるだけ街道さんのものを使いたいという形のものは、オープン当初からは変わってないです。三上さんは安心安全な食材にこだわると同時に、製法に対しても健康志向が強いんです。どの商品って言ってもいいほど、当店は油を全く使わない商品を作っております。小さなお子さんに離乳食の代わりにまず召し上がっていただきたいなというのと、あと油を今制限されてますとか、そういうような方が召し上がっていただける商品を作ってっていうように思ったのがきっかけです。油を使わない焼きドーナツで人気なのが、それぞれのドーナツですとかパンですとかに合わせて、季節ごとのというのに
一生懸命頭を悩ませながらご提供できたらいいなっていうふうに思ってます。で今はやっぱりかぼちゃっていうのがこれから本当に道産おいしくなるのでいろんな形で使っていきたいんです。さらにこの店ではなんと焼き以外におからと豆乳を混ぜない蒸しドーナツもあるんです。実際にお客様が召し上がっていただく中でお好みも当然あると思います。焼きドーナツより比べてかなりふわっと柔らかい食感が蒸しドーナツです。その蒸しドーナツが生まれたのには三上さんの食べる人への優しさが込められていました。最初本当に焼きドーナツだけで主体としてやってたんですが焼きドーナツの方は卵をたっぷり使ってるんです。ご来店いただくお子さんを連れてお母さんに本当に卵のアレルギーを持ってるお子さんがすごく多いっていうのを聞いた時にじゃあ卵を使わないで何か商品ができないかなっていうことで焼くんではなくて蒸し上げたらどうかなということで蒸しドーナツっていうのを作るっていうきっかけになりました。蒸しドーナツはバターを加えることで卵を使うのと同じように生地にコクを出しています。蒸しドーナツで人気のものはほとんどやはり蒸しドーナツに関しては果物系のフレーバーというのが色合いですとかあとは食感からの味とかっていうのがすごく喜ばれるんですけれども今この時期でしたらシャインマスカットですとか季節からの商品に合ったものを今作っている最中です。それではドーナツと並ぶ二枚看板のもう一つベーグルも紹介しましょう。そもそもドーナツとの違いはベーグルの方はまず大きく違うのは生地を茹でてそこから今度焼くという工程に入ることが大きく違うところです。茹でることによって表面の発酵を強制的に止めるということで生地がもちもちっていう噛み応えのある生地に仕上がるということです。三上さんが作る上で最も大切にしているのが父母がやっていたおかずを具材にすること。両親が対面のおかず屋さん昔でいう市場です。全て手作りしてて惣菜として販売してたんですけれどもベーグルだとかそういうお食事の中に入れたらどうかなと思いながら可能な限り素材から手作りをしてます。割とどんなものでもベーグルという具材としては使えると思います。ひじきに始まりあとはきんぴらごぼうですとかサラダ風にというとごぼうサラダを作ったりですとか豚中華って本当に中華まんのような具材を使ったりあとはカレーですとかバリエーション的に皆さんの飽きが来ないような形で作ってるつもりではいます。でこちらはシャキシャキごぼうサラダの具材のごぼうと人参をささがきにしました。サラダを仕立てにするのでアク抜きをしてから1回お湯でごぼうがずっとゆっくりちょっと柔らかくなるまでただシャキシャキ感は残るような形で茹で上げてそこから今度マヨネーズですとかごまですとかで味付けをしていきます。ひじきとそれから人参と油揚げとこんにゃくを補足してあとは大豆です。ひじきは一度戻しながらって普通に素朴なんですが普通に朝とかもう夜とか食べるような食材になるんですがそれをお醤油とかで煮詰めてます。そしておかずが具材なのはベーグルだけではありません。こちらは生地にジャガイモのフレークを入れたジャガパンという生地を作ってます。北海道っていうとジャガイモっていうイメージがやっぱり自分にもあってジャガイモを使って何かできないかなとで生地にこう入れたいなっていう時にすりおろしてみたり刻んでみたりどうしても出来上がりの生地がべちゃべちゃっていう風になったのでフレークっていうものを使うことによってある程度生地の硬さとかっていうのがうまくいった部分とじゃがいもの香りとか食感とかっていうものもしっかりと残ってくれたのでこちらを使ってます。ベーグル同様お食事系っていうのが多いんですけれどもお一人様用のピザですとか中華があったりですとか和があったりですとかできるだけ野菜があったりお肉があったりとかっていうようなバリエーションで考えてます。
とにかくいろいろなことにチャレンジする三上さんですが、今考えているのが、とても嬉しいのが赤ちゃんがお腹にいていついつ生まれるって、必ずって言っていいほど生まれた赤ちゃんを見せに来てくれるんです。そういうような形で地域の皆さんに知っていただきながら、お客様の記憶に本当に残るようなお店作りを少しでもできたらと思ってます。